はい、どうも皆さん、トライアングルです。今ね、ここら辺なんかボコボコになってると思うんですけど、実はですね、ちょっといろいろ今、呪術廻戦モッドの術式を今チェックしておりました。はい、かなり追加されたので、で、今回なんですけど、まあ今回は、こちら、はい、ゲトーの、まあ術式を出ましたよっていう紹介はしたと思うんですよ。多分昨日かな。はい、こちら、まあ目と言って僕はアイズと呼んでおりますが、まあアイズも出たりとか、この、まあ、もう、合図って呼んでいいです？この合図はね、まあ、全体攻撃を、まあ、衝撃波を出す技なんですよ。で、さらにこちら、百足。これは、多分百足だよね。わかんない。正式な名前がちょっと出てないからわかんないんですけど、まあ、ムカデちゃんをビャーンと出すことができるということで、まあ、術式が出たということはですよ。そうです。ゲトーが、まあ、おそらく、まあ、能力値とかも強化された。で、さらに、一番大きいのが、なんと、こちら多分、昨日かなの、紹介動画、ゲトーの紹介動画あるんで、よかったら見ていただきたいんですけど、そちらでも紹介していたんですが、AI が、まあ、強化されたと。いうことで、その、まあ、単調な戦いにはならないんじゃないのかなと思います。今までって、まあ、それでも十分すぎたけどね。全然単調とは思わないんですけど、まあ、さらにより、要は、鬼滅の刃に、近づいてるというか、鬼滅の刃モッドのような動きを、おそらくしたりとかするんじゃないかな。ということで、一応変わった点もなんですけど、呪霊、はい、こちらがね、はい、見た目がだいぶ変わりました。はい、このように。かっこいいよね。で、さらに、ちょっとね、やっぱり AI が上がった関係で強くなってる。なんか、この呪霊って今まで、その、なんだろう、ちょっと力が上がった、その、東道とか、攻撃、ペチンしかしなかった東道とかに全然負けてたんですけど、今、ほら、攻撃もすごい強くなってんの。ほら、進捗もすべてマックス。まあ、マックスじゃない、鬼滅の進捗すべてマックスなのに、今までだったら結構、もう多分、やられてましたよ。多分、ステータスも上がってんじゃないかな。で、何より AI が強くなってるので、普通に勝っちゃうんですよ。その、これもしかしてこの仕様も変わったのかもしれない。これ僕あれなんですよ、まだこれ聞いてないんですけど、多分特急倒したらこれ指が出たんじゃない、この呪霊5。今までってなんか黒いフワフワが出てるキャラクターを倒したらスクナの指が出たんですけど、そういう仕様になったのかもしれない。まあ、そうだよね。今まで結構簡単に出ちゃってたからね。まあ、ということでごめんなさい。ちょっと話が長くなってしまったんですけど、まあ、こういう感じでいろいろ変わっております。すごい変わってるんで、ちょっとまた、後ほど説明するとして、まずですよ、皆さん。お待たせいたしました。ごめんなさい。はい、こちら。乙骨くんと、ゲトー、やっちゃいましょうか。はい。まあ、多分前、動画でやったと思うんですけど、その時ってゲトーがまだ、テーペチンだけだったんですよ。まあなのでどうしても乙骨くんには勝てないなということで、まあ今回術式が出たということで、さらに能力値も多分上がってるんじゃないからわかんないけど、術式が出たということで、まあちょっと戦わせてみましょう。今だったらいい勝負できるでしょう。前までだったら本当に乙骨くんの圧勝だったんだけどね。いきます！いい？もうやっちゃっていい？もうやっちゃっていい？早い？いきます？ 3!2! いい？大丈夫？スタート！どうなる？ AI が上がってるのも気になるね。おお、早速100足！そして、合図が出るか？合図出るのか？合図！合図！さあ、やっぱり、いや、AI 上がってる！上がってる！これね、わかる！わかる！乙骨くんの動きが違う！あ、違うわ、これ動き！全然！はい、やばい、鬼滅っぽい！すごい！全然動き違う！今までって、こんなに連続でガンガン攻撃してこなかったし、その攻撃受けたらちょっと離れてしばらく一瞬止まってからまた攻撃してたと思うんですよ。それが今、乙骨くんの勝ち。そしてゲトーの術式ですね。やっぱりゲトーは倒したら確定で落とすのかな。あー、でもいい勝負してるね。あー、面白い。ちょっと待って、ゲトーこれ、今後術式出たら乙骨くんより上っていうのも全然なんか、ありそうな気がするぞ。じゃあ、次は、どうしようかな。ゲトーと、そっか、ジョーゴとかとね、仲間同士戦わせるのはちょっと、まだアップデート来てないので、あ、そうそう、つくもさん、そういえば、このつくもさんの説明してなかったと思うんですけど、前回サバイバル。まあ、一応、しはしたと思うんですけど、進捗のね、これ多分サバイバルで説明したと思うんですけど、まあ、簡易領域。これで、つくもさんに会う。ということで、
この人ですね、この人、まあ特急ですよ、まああのいろんなところをフラフラしてるって言い方悪いけど、この人の前で X、 あ、まだ進捗を解放していないと、申し訳ございません。はい、まだちょっと進捗が達成してないんでね、できないんですけど、ちょっとこれ説明できてなかったのでちょっとさせていただきましたと。じゃあ誰戦わせようか、下等と牛黒お父ちゃん行こう、牛黒お父ちゃんで、あとで五条さんも行きますよ。まあさすがに五条さんには勝てないと思うんだけどね。行きます。はい、行くよ。はい、さあどうなる。さあ牛黒お父ちゃん VS ゲート、これはね結構気になってた戦いよ。今までなかった、今までなかったわけじゃないんだけど、さあどうだ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 、うおー来た、合図、もう合図と呼ばせていただく。もう違うだろうけど、違うだろうけど、合図と呼ばせていただくぞ。私はいい勝負、いい勝負してる、いい勝負してる。しかしやはり、やはりお父ちゃん強いか。いやしかしゲットも強いぞ。今後やっぱり術式いっぱい出てくるからね、間違いなく。今んとこまだゲットって、おお今んとこまだゲットって領域展開はないよね、原作で。まあんまりちょっと言うとあれだけどさ、確かないよ、まだまだまだ出てないの。今後多分その戦うことになれば、その要は今後ゲットとかと本格的に戦うことになったら出てくるんだろうけど、まだ今んとこないんで。ごめんねお父ちゃん、すごいちょっとムカデをバンバン当てちゃってる。お父ちゃん強いねお父ちゃん強くなったな。もう五条さん行っちゃおっか。うん、あまこらも気になるけど五条さん行こう。さすがに五条さんに勝てるとは思ってないけど、もしかしたらゲットだったら五条さんダメージ与えられるんじゃないかというちょっと淡い期待を。さあ行ってこい。どうなる、行ってこい。どうだどうだ、ダメージ与えることがダーン。いやいや、 AI が強くなってる、やっぱり AI が強くなってるおかげで。え、ちょ、もう私もくっついたな、今吸い込まれた。どうだ、術式が五条さんに果たして効くのか。あー、吸い込まれる、助けて助けて、吸い込まれる、なんかすごい吸い込まれ、来たぞ。さあ合図でどうだい、どうだい、ダメージ、当たってない。これは五条さんとゲットどんだけ頑張っても無理そうだね。うん、ダメージ受けないもん。まあ、今後ね、ゲトが、まあ、領域展開来るか分かんないけど、まあ、来たりしたら、まあ、期待って感じかな。じゃあ次は、スクナ行きましょう。スクナ VS、ゲト2人ぐらい行っちゃおっか。そうだね。ゲト2人と、スクナ。で行きます。まあ、まだちょっとゲトやっぱり技がね、ちょっと優しい感じだから、あれだけど、何体でスクナとゲトで勝てるのか。あと、鬼殺隊とも戦わしたいな、この後。さあ、合図、合図からの領域展開が来ないことを祈りつつ、祈りながら戦うしかないこれは。さあそしてこの、もし来なければ、まあ2人は厳しいかもしれないけど、3体ぐらいいたら多分スクナに勝てる気がするんだよね、これ。さあ合図連発、ダブル合図、ダブル合図。あ、てかあのコメント欄でね、すごいやっぱりクオリティの高さをやっぱり皆さん分かっていただけたっていうか、僕より多分皆さん呪術廻戦詳しい方ばっかりだと思うんで、絶対間違いなく。うん、僕のコメント欄の、やばい、スラッター、まあ二人で半分減ら、てか体力めっちゃ上がってる、980、うわ強くなったな、スクナも。まああのごめんなさい、途中だったんですけど、まあコメント欄僕よりね、もう本当に呪術廻戦詳しいの数倍詳しい方ばっかりなので、まああのクオリティの高さというのは僕以上に分かってると思うんですけど、すごいですよね、本当に。あのオルカ様が本当にすごすぎる。あとあのスキンをね、あの作ってくださってるオルカ様のリスナーさんもね、あの本当にもうすごい方ばかりで、もうガチのチームですよね、最強のまあチームだと思うんですけど、炭治郎とゲトだとどうなる。炭治郎120、でも体力120だからね、身長が全部上がってるから。でも日の神神楽を使う炭治郎よ、最強の炭治郎 VS ゲト、どうだ。さすがにでも言うて、いくらなんでも厳しいんじゃない。 AI が上がったしね、呪術廻戦。さあ来た、アイス、アイス、いいね、僕はアイス大好きよアイス、2度目のアイス、ひょっこりファンアイス。さあ行け、アイス頑張れ。さあ、おーおー、あでも結構食らわせてるね、やっぱり。まあ言うて炭治郎はね、進捗マックスの炭治郎だからかなり強いとは思うんだけど、じゃあ次上限とゲトを戦うかな。いいね、もうゲト好きだからマジでテンション上がってる。じゃあ牛太郎あたりいいんじゃない、多分ね。さすがに赤
さは無理だと思うんだけどね。380と270、あ、どうだろうね。防御力はあの高いから、でさらに領域展開も持ってないから、おそらくいい勝負になるんじゃないのかなと思うんだけど、そのやっぱりまだ合図が言うてね、そんながっつりすごい強いっていう感じでもないから、いいぐらいの塩梅、まあ、今後多分あの、うわー出た合図、いけ、よーし、渦巻きとかも出てくるんだろうね、おそらく。渦巻きがほんと強い技だと。いやいや強いぞゲト、普通に勝っ、いやでも最初体力のちょっとアドバンテージがあるのか、100ぐらい体力のアドバンテージがある状態だから、いやでも強い、いや強い強い強い、これ赤座いける、赤座いってみよう、赤座、これまあさすがに黒芝は無理だろうけど、赤座ぐらいだったらいけるんじゃないかぐらいって言ったらあれだけど、強いけど赤座も、十分赤座も強いんだけど、さあレッツゴーアイス、さあさあ術式展開 VS 領域展開、いやしかし今回は領域展開ではない、アイズだ、さあいけアイズ、おいやほらここで止まらないんだよね、すぐ襲ってくれるから、やっぱ AI が格段に上がって、すごいなー、いやめっちゃ楽し、さらに楽しくなったんだけど、こうなって、おーおー、助かった、くっついてた、すごい、全然違う動きが、いやアイズアイズアイズ、よーしいいぞアイズ、しかしやはり赤座と差が違いすぎたか、体力がやはり、いやしかしどれだけゲトー150食らわした感じが、いや面白いわちょっと他に一番で、やばい止まらね止まらね、まあでももうあとは全員大体強い子たちは戦わしたから、まあ今回はこの、あ、じゃあ最後にマコラやろ、マコラマコラとゲトで、ちょっと戦わせて最後終わりたいと思います。はい。ということで、じゃあ今回はこの辺りで終わりたいと思います。あの、ちなみに本当に見てもらったら分かる通り、すごいいろんな術式増えてます。はい。そちらもね、今日できれば紹介したいなと思っておりますので、よかったら今日もね、今日動画多分出すと思いますので、今日か明日、ぜひ見てくださると嬉しいです。はい。ということで、じゃあ今回この辺りで終わりたいと思います。じゃあお疲れ様でした。ちょっとしばらく呪術廻戦の動画が増えるかなと思うんですけど、鬼滅の刃ももちろん出していきますのでよろしくお願いいたします。じゃあ最後はゲトウとこのマコラの戦いを見て終わりましょう。もちろん、実況はやめずに、もう残念ですがトライングさんの解説実況は続きます。はい、アイスアイス、いいぞ、どうだどうだどうだどうなんだどうなんだ、いやいやいや、これはゲトウが、いやマコラ強いねー、マコラ強かったな、ガンガン、やっぱ AI 上がったからだ、 AI 上がったから間違いなくこれマコラが強くなっている。いや楽しみだね。伏黒くんも多分強化されるんだろうね、強化入ってんだろうね、おそらく。あとは伏黒くんの体力かな、体力がさらにもっと200とか250ぐらいになれば伏黒くんはかなり強化キャラになりそうだね。はい、ということで、じゃあお疲れ様でした。よければチャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。じゃあお疲れ様です、バイバイ。